アイシュワリア・ラージャ、ラクシュミー・デビーは、ネパール王国の、第10代君主ビレンドラ・ビール・ビクラム・シャハの王妃。1949年11月7日、ラナ家の一員、ケンドラ・シャムシェル・ジャンガバ・ハドゥル・ラナとその妻・シュリー・ラージャ、ラクシュミー・シャハの長女として、カトマンズのラージム・パッドで誕生した。夫となるビレンドラとは、またいとこにあたる。すぐ下の妹コマルは、 ビレンドラの弟ギャレンドラと結婚し、アイシュワリアの後に、ネパールの王妃となった。末の妹、プレクシャーも同じく、ビレンドラの弟ディレンドラと結婚したが、1980年代に離婚した。1970年2月27日、ネパール王ビレンドラと結婚した。その後、彼との間に、ディペンドラ、シュルテイ、ニーラージャンが生まれた。 1972年、マヘンドラ王の宝御により、ビレンドラが即位し、王妃となった。2001年6月1日、アイシュアリアは、長男、リペンドラによって、夫ビレンドラ、長女シュルティ、次男ニーラージャン、他5人の王族と共に射殺された。ありがとうございます。